クレレピクニック、キッズウクレレコンテスト、ファイナルの8名、ようやく決まりましたので、発表いたしたいと思います。はい、デビットさん、今回は、初めてウクレレピクニックとしても初めての試みということで、はい、ファイナリスト、ね、多数の応募から選ばれた8名、いかがでしたか？今回はもう結構ね、いろいろ遠くの方から、応募もあったし、一番若い子ですと5歳の子もいましたし、もうたくさんね、応募ありましたけど、まあ、ちょっと個性を、テクニックだけとかそういうんじゃなくてね、いろんな個性を、ちょっと今回は基準にして選ばせていただきました。はい、じゃあ早速、ファイナリスト8名の発表です。はい、8名の発表です。まず最初は、種田宗介君。はい、弾き語りですね。弾き語りですね。種田君はしっかりこう、ね、ちゃんとしたテクニックでやってますので、すごく楽しみです。はい。次は、中静ひまりちゃん、女の子ですね。はい。はい、彼女も弾き語りですね。はい、弾き語り。もうウクレレを本当にこう、なんか楽しく、まあ、本来のウクレレと歌という感じで選ばせていただきました。斉藤平君、平君はね、インストルメンタルですね。インストルメンタル、ちょっと個性的なまたスタイルでやっております。平君です。そして次が伊藤ほのりちゃんですね。はい、なんとオリジナル曲でしたね。この子はオリジナルでした。まあ、オリジナルね、何曲かありましたけども、すごくこう安定したオリジナル曲だったので、ちょっとこれはまた新しいスタイルなのかな。そして次が深津亮太くん、はい、深津亮太くんが7歳だったんです。そうですね、はい、元気なあのドレミの歌でね、元気を歌っていただきました。愛知県からのね、応募でしたね。はい、次が、小野春樹くん、はい、インストルメントですね。はい、インストルメントで、オペラ座の怪人、次が手島幸和ですね。千葉県からの、ね、応募でしたね。千葉県のリベンマーメイで、ちょっとミュージカル風でしたけど、なかなか、ちょっと見栄えが良かったですね。はい、そして、面白いな、早津ゆずきさん、はい、女性インストルメントですね。インストルメント、はい、これもちょっと女性ながら勇ましいね。はい、はい、まあ、以上8名ですね、はい、決まりました。7月の16日11時30分から、この8名の決勝戦を行いたいと思います。審査員はですね、まず、レナちゃん、それからホヌッピー、そして DJ、みどりちゃん、それとマッコくんということで、当日は審査させていただきたいと思います。これはガチでいきますので、皆さんちょっと楽しみに、ぜひ現場で見ていただきたいと思います。はい、いろんなウクレレメーカーからもね、商品が出てますからね。商品が出てますし、今みんなメーカーの方でもね、応援して注目していると思いますので、ぜひ楽しみにしてください。はい、7月16日土曜日の11時半からで芝生のステージです。皆さん楽しみにしてください。はい、よろしくお願いします。